はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今日はとっておきの一足レビューしたいと思います。まあ今年前半の最大の目玉ですね、僕の中では。そんな一足なんですけど、まあちょっとね、ゲットには紆余曲折ございました。とりあえず物を見ましょうね。物がこちらですね。はい、エアジョーダン1レトロハイ OG サイズ11。なんかこのラベル変わりましたよね。前はこの白いラベルだったのに、今回この黒なんですね。あの黒金のボックス、ジョーダンのノーマルのレトロのボックスと同じラベルに変わってますね。ちょっと残念ポイントですが、まあまあそんなことはもう外箱なんかどうでもいいんですよ。ねえ。もう真っ白な箱に入ってたっていいんです、これ中身があれば。さあ、早速見てみましょう。ドン。そして、ドンと。はい。エアジョーダン1レトロハイ OG シャドウ。黒ハイですね。いやー、もうね、めっちゃ、これ、いやー、欲しかったんですよ、これ。前回の復刻2013でしたっけ、ね、復刻された時はね、まあ、いろいろこう抽選回ったんですけど、全く買えなくてですね、すごく悔しい思いをした一足ですね。まあ、その後も、そんなにプレミアはね、価格はそこまで跳ね上がってはいなかったんですけど、直後なんかは。とはいえね、僕やっぱりプレーネーは基本的に出したくない方なので、まあずっと我慢してまして。で、これが復刻されるって聞いた時も絶対欲しいと。今回は。今回ばっかりは今回、リベンジを果たす時だと思ってまして。でね、もう本当朝からもちろん並びに行ったわけですよ。ナイキ原宿の抽選に。で、並びに行きまして、で、まあ、抽選をしました。で、その後、ビリーズの方に行きまして、ビリーズの原宿店さんの方に行きまして、その入店順抽選とかもやったんですけれども、まあ、40何番とかでね、店員さんにその番号を書いた紙を見せた時に、店員さんが僕の目を見て、無言でこくりとうなずいた。あ、これはダメだってことだなと、察しまして。で、まあ、そっちはもうダメだったと。で、ナイキ原宿の抽選の結果を待つも落選と。で、もちろんアプリのスニーカーズの方も落選というわけで、まあ、会えなく、撃沈しましてですね。その日時間がね、ちょっとあんまりなくて、その他の店に、その後ちょっと昼ぐらいから予定が入っちゃってて、行かなきゃいけなかったので、他の店とか並べなかったんですよ。で、その抽選販売開始が早いお店にしか行けなかったんで、ちょっと難しいなーっていう感じではあったんですけど、まあでも数が多いっていうのをすごい気に入ったんで、余裕だろうと高をくくっていたら全部ダメでね、もうほんと終わったーと思って、もう俺のリベンジ果たせずみたいな風に思ってたんですけど、4年越しのリベンジ達成ならずみたいに思ってたんですけど、4年5年だったんですけど、なんとね、友人の方がですね、なんかもう奇跡的にこう2足当たったというか、まあ、その2足買える、感じになったということだったので、で、どう、いかがですかっていうふうに言っていただいてですね、もう本当にありがたいお話でございます。もうぜひちょっともうお言葉に甘えさせていただきまして、1足ゲットできましたね、出たく、本当に。いやー、本当に嬉しいです、本当にありがとうございます、本当。もう、今ちょっとね、この動画撮りながらもう手を拝んでますけどね。本当にもうずっと欲しかった一足でよかった。嬉しい。さあ、そんなわけで、全体をサクッと見ていきましょう。はい、全体見てみますとこんな感じですね。まずつま先から見ていくと、このブラックの補強部分がブラックのスムースレザーになってます。で、このトーボックスなんですけど、まあ、ブレッドとか、ブレッドそのままバンドか、と、ロイヤルとかと、ここ1、2年の復刻のエアジョーダン1と同じく、ここはちょっとシワレザーになると。で、まあ、そういう仕様になるんだろうなと。で、結構こう、シワが強いんじゃないかなと思ってたんですけども。手に取ってみると意外とそうでもないですね。そうでもないですね。少なくともその前の前に復刻したジャンプマンロゴの時の黒灰とは、だいぶ違う感じのレザーですね。あれよりはシワシワしてないですね。で、スーシュもグレーで、ヒールパンツもグレー。まあまあ、オリジナルカラーですよ、グレーのね。黒ハイのオリジナルカラーですね。で、ここがブラックのエンボスで、エアジョーダンのロゴ、ウィングロゴが入ってます。で、内側見ていくとこんな感じ。まあまあ、同じですね。
いやでもやっぱり、ね、このスムースレザーいいっすよこの黒のスムースレザーがなかなかしっとりしてて、皮も厚いですし柔らかくてすごくいい素材使ってるなっていう。最近のエアジョーダンはどれもそうですけどね、素材感はすごくいいですよね。作りは結構なんか荒いなって思う時あるんですけど、つま先から見ていくとこんな感じね。まあ、この、ベンチレーションが開いていて、で最初から付属してくるのはブラックのひらひもが、まあ、ここのつま先の部分だけ通ってますね、一番最初のところで。シャリシャリとしたナイロン素材のタンで、タントップにはOG の証しナイキエアのロゴ R が2つ付いたバージョンですね。これ嬉しいですよね。ヒール見ていくとこんな感じで、まあここのねつべつべの、まあこうやっぱここはあの補強パーツが入っているせいもあるんだと思うんですけど、レザーのシワがねだいぶ伸びてかなりすべすべになってますね。でここにヒールタブがあって、端首周りもスムーズレザーになってます。レーニング見ていくとこんな感じで、まあまあ最近のエアジョーダン1 OG と同じくこうちょっとザラッとした感じのコットンっぽさの強いメッシュで、インソールは白地にブラックでナイキエアのロゴが入ってます。でこのタン裏がね白くなってるのが最近の OG の仕様で嬉しいですよね。これオリジナル準拠の感じですね。はい、でアウトソール見ていくとこんな感じですね。まあアウトソールはいつものエアジョーダン1のアウトソールですね。エアジョーダン1ハイ OG のアウトソールです。アウトソールのナイキロゴは、R が1つ。ここも2つにしてほしいなって思ってます。こんな感じですね。で、付属品はこちらに、グレーの貝紐が1本だけついてきます。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。いやもうほんと、なんかもうそれしか出てこないですね。いやーかっこいいな。もうほんとこの黒とグレーのね、超シンプルなカラーなんですけど、もうやっぱね、ため息が出る格好ですね、うん。で、サイズ感なんですけど、サイズ感はまあいつものエアジョーダン1ですね、やっぱり。この小指のあたりからキュッと細くなってくる。で、つま先のこの辺がちょっと細めのね、あの薄めになっている。ちょっと幅広の方はサイズハーフアップが必要かなっていう感じの、サイズ感になってますね。で、まあ、最近エアジョーダン1 OG を紹介させていただくときにいつも言ってるんですけども、まあ、昔のエアジョーダンに比べる、エアジョーダン1に比べると、この辺の、ここの、なんていうんですかね、指から、足首側、この辺りの甲の高さ、少し高くなってるような気がします。昔よりは、やや余裕が出てるような気がするんですけど、まあ、それでもね、やっぱり結構サイジングはタイトなので、もしね、ネット等でご購入検討されてる方いらっしゃいましたら、まず店頭でね、エアジョーダン1、はい、OG、結構ね、最近いろんなカラー、店頭にも残ってますので、それでちょっと一回試してみて、決められるのをおすすめしますね。いやー、ほんとかっこいいっすね。で、今、この右足に黒紐を通して、左足にグレーの紐を通してるんですけど、まあ、僕は個人的にねこういうカラーリングのエアジョーダン1の時は、まあ、ここにちょっとロイヤルもあるんで出しますけど、こんな感じで、数種の色に合わせる感じでいつも履いてるんで、今回もまあこっちのグレーで履こうかなと思ってます。まあ、でもやっぱ黒もかっこいいですよね。黒も捨てがたいですが、ちょっとねグレーで履こうかなと思いますね。いやーほんとかっこいい。いやまだほんと、いやー履けて嬉しいな。もういやーほんと何年越しのリベンジだ。もういやーほんとに嬉しい、うん。はい、というわけで、今日ご紹介したのはエアジョーダン1レトロハイ OG、黒ハイシャドウでした。いやーあのねー、ほんとにかっこいいですね。もうめちゃめちゃかっこいいです。やっぱりこのカラーブロックですよ。オリジナルで使われてるカラーブロックのオリジナルカラーのエアジョーダン1、これに勝るものはないです。もう本当に、最近まあいろいろカラーブロックのパターンも増えてきてね、いろいろありますけど、やっぱりオリジナルカラーに勝るものはないなと手にしてみて改めて思いますね。もう最高にクールなカラーリングですよね。やっぱりこの黒にグレーっていうもうドシンプルなカラーリング、もう本当ツートンカラーのエアジョーダン1の中でも特にシンプルなカラーブロックだと思うんですけど、カラーリング、カラーウェイだと思うんですけど、まあでもね、なんでこんなにかっこいいんでしょうね。やっぱりもうエアジョーダン1っていうシルエットが本当に完成されてる
靴なんで、もうデザインがね完成されてる靴なんでね、やっぱこういうシンプルで、かつそのなんていうんですかね、そのこういうパーツのレイヤーのところとかがパッとわかる、この絶妙な色の置き方ですよね、エアジョーダン1の。もう本当にいやかっこいいうっとりしちゃいますね。もう本当ゲットできてめちゃくちゃ嬉しいです、ね、本当に。もうなんかもううんちくがどうのとか、なんかもうこれがどうのとかって言うんじゃなくて、もうただひたすらにかっこいいするですね。いや嬉しい。これでね、だいぶオリジナルカラーのコレクションも揃ってきたんで、あとはね、そろそろ復刻されるんじゃないかなって、僕が勝手に思ってる、再復刻来るんじゃないかなって思ってるシカゴとか、あとね、出るたびに変えてない黒赤とかね、また出てくれたらいいなと思いますね。ねえ、そしたらまたぜひちょっと今度こそゲットして、オリジナルカラーのね、どんどんコレクションをこう増やしていきたいですね。やっぱオリジナルカラーのエアジョーダンは本当にかっこいいです。いや嬉しい。はい、というわけでね、ご意見ご感想ご質問等ございましたら、下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。では最後までご覧いただいてありがとうございました。今日ご紹介したのはエアジョーダン1レトロハイ OG 黒ハイシャドウでした。またお会いいたしましょう。Peace.